はい、どうも。続けてね、やっていこうと思います。まあ、撮影自体は、昨日の動画とかとはまた別の日にちでやってるんだけど、まあ、はい。ゼルネアスは、まあ、辛いけど、パクっちゃえばダイナ絡めて多分相当押せるから、まあ、ダイナメタモンって投げるのはいいかな。で、ランドロスパクってもいいから、まあ、割とメタモンが強めと。で、まあ、ルギアをね、砲で処理したいから、ダイナ砲メタモンって投げたいんだけど、どう考えてもちょっとそれランドロスがね、重いなんてもんじゃなくなるんだよね。まあ、ダイナ砲でちょっと頑張れない話はなくはないんだけど、で、メタモンでパクリ返されるルートがバカだから、僕もそれなりに受けれる動きをしたいかな。そうなってくるとポリッツを絡めたいけど、ランドロス以外には何の役にも立たないからね。ちょっと難しいんだけど、まあ、ダイナから入っていいかな。まあ、割と自信ある近伝2体プラスメタモンの選出でいいと思うんだけど、ランドロス1体をね、意識して選出するっていうのは、なかなか、じゃあかといってその構築単位でって考えると、ランドロスに弱い駒をさ、採用しづらいんだよね。それがね、ランドから来る。ハチマキ困るんだけど、まあ、バド4じゃないからハチマキじゃないと思うんだけどね。毒入れたいかな。まあ、一回砲を引くっていう手はあるけど、でもまあ、ショットスカーフはとりあえずないね。初手に来るランドロスだから、どうなんだろうな。毒毒入れるのが一番強い動きやと思うけどな。ヒーターラッキー。歌ってくるやつでしょ多分。それはね、割と厄介は厄介なんだけど、まあ、ラッキーが裏にいること自体はめちゃくちゃ楽で、まあとりあえず身代わりなんだけど、こういう、さあ、こう、にちゃっとした構築同士の戦いだから、まあ。ラッキー、そういう生き物だよね。今このラッキー、めちゃくちゃ流行ってるらしくてさ、前期がなんか結構、猛威を振るったみたいなね、聞いたんですけど、身代わりに対して問答無用なのが結構きつくて、これ、まあ、ランド引きだろうね。ただ相手裏にメタモン、いやでもそれはパク、あれだわ、メタモンをメタモンでパクないの僕この前学習したはずなのにまた忘れたわ。ここね、めちゃくちゃドック入れたいんだよね。で、逆にランドロスパクったら僕勝ちだから、むしろ全然研磨してほしいんだよな。起点作りに切ってる動きでしょ。まあ地震で多分まず身狩り割ってくると思うんだけど、まあでかいね。いやー、メタモンがふわっといろいろ対策できていいね。ただそれを考えても、毒は入れたい。さすがにちょっと毒欲しいね。でかかってくる。ここ、割と起きてほしいな。まあ、ランド視点はジェットレンダーが多分安定かな。プラニジェット、さすがに。耐えそうだけどね、一回は。ああ、ちょっときついかな。地震、普通に食らってれ。ほぼほぼ死にかけるから、火力あるやつだと。まあ、でも毒入って、ダイマックスさん2ターン使わせてできるから。こいつらさ、ダイマックス切れた後、空飛んでくるよね。それがなんかな。ちょっとな。きついよな。逆に僕ダイマ切ってもいいか。メタモンが登場したタイミングから。で、この試合展開なら、僕多分絶対こいつパクリに行くから、まあ、ここを切りでもいいかな。最悪まあ落ちちゃっても、しょうがない。バース打ってくれるとちょっと美味しいけど。
どっちかっていうと残したいのは第7なはずで、まあジェットレンだけどね。まあまあまあ、これは仕方ないため、いや僕これ割と押すべきはね、サラの飛ばと思うんだよな。とりあえずバックってよくて、まあ技見てから決めるか。空を飛ぶで、引かれて上から空を飛ぶプラニが入ってで裏面になる相手、裏面になる相手はそんなにいないと思うんだよな。こういう構成でしょ、空を飛ぶで。いや、空を飛ぶでいいと思うんだよな。で、次からダイマックス切ればいいから、外さない限りは全然これでいいんだけど。何をやってね、ここジェットで確か落とせなそうな感じで、多分落ちなくて、で、僕ダイマックスしてるからスカーフなくて、相手空飛んで、みたいな。まあ、ボールから入られても同じことだと思うんだけど、それがめちゃくちゃまずくて。ヒーター、残してきたね。ルギア。まあでもこれは、全然いいかな。S 上がってるの僕って言ってるから、相当僕のが強いって。5つ目、硬いやつか。あ、これはロックでいいね。まあ、ランド戻してくるのかな。まあ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 。これさすがに落ちると思うんだよね。プライチ、あー、ちょっと怪しいか。いや、まあでもルギアもう引いてもしょうがないってなるから、僕、から相手の選手的に、まあ、TOD さえされないんだったら僕負けないから押し切れると思うんだよな。1対処理すればほぼ勝ちかな。ルギアはまあ毒入れたら僕絶対負けないんだから、硬いからダイメール遅いと思うんだけどね。ここジェットバンド引き読めたよな。あー、まあでもさすがにそうだよね。これで砂でマルチスケールとりあえず確保しないでしょ。で、多分ラッキー出てくるからジェットレンダが正解かな。で、とりあえずこれでとりあえずティオディの心配もないわけで追っかけ、ここはまあロック連打で良さそうだけどね。ダメージ的に再生は追いつかないでしょ、さすがに。ラッキーとか引くんかなって思ったけど、あー、オッケー、全然勝ってない。再生、もうマルチスケールがないルギアなんてね、オッケーはないドラえもんですよ、こんな。で、ダイマックス切れちゃった後がまずいんだけど、相手絶対再生したいはずだから、僕ダイナ引いてドック入れに行けばいいはずで、これちょっと空を飛ぶでこだわってたのちょっと後悔するな、ちょっと後悔しちゃうな。メタモンのヒットポイント考えると相手ラッキー残っているからあんまり油断できない。いや、でもダイナヒット多分毒入るから、もう空を飛ぶでラッキー取りに行っていいか。卵を見に、そんなにめちゃくちゃ余裕ある行動されないと思うんだけどな。これ落ちないかな。あー、ちょっと落ちないかもな。割とラッキーがめんどくさかったな。そのタイプか。まあでもこのラッキーならこのラッキーで僕絶対毒させるから、メタモンヒットミント残すって意味でもダイナなんじゃないですかね。ダイナ引いて
電磁波がないから身代わりしても結局起きること同じだから、まあそこはいいかな。でできればダイナ盤面に残ったままゲームを進めたい。ああこうやったらちょっと方を残したかった話はまあ割とあるんだけど、いやこのラッキー汎用性高いな。どういう動きしても強いね。まあ、歌う当たる前提の話だけどさ、当たんなかったらそれはねえちょっときついけど、歌う当たってるうちは何も弱いとこないよな。まあ僕にできることというと、身代わりを張ってルギアが出てきた時に少しでも負担を減らしとくことかな。先にダメージを前借りしとくと。まあ歌ってくるだろうね。こっから僕はマジフレー押していくしかないか。歌を一生避けると毒でラッキーが死にます。いやーちょっとダメージがスズメの涙。しかもこいつ交代したら回復すっからな。まあでもこれは多分さすがにラッキーがいくらなんでもきついはずだから全然削れないね。突然竜の舞してやろうか。無限ダイナで歌ってきた。これでも僕最速起きしてねルギアに毒入れたらもう勝ちなんですよ。悪いけど悪いけど僕の勝ちなんですよ。ラッキーまあ一回産んでから引いたりとかすると超弱くなるからな。まあ即引きだろうね。引いて、いやここはまあ僕確定眠りのターンのため、下から歌うのはさマジでつってもラッキーがヒットもいる感じに難しすぎるだろう。歌う当たってもちょっとヒットもいる感じに難しいと思うんだけどな。正義は勝つと。まあ受け回しプラスメタモンみたいなのを使って正義っていうのもねおこがましい話だと思うんですけど、これがルギアに毒入ったからってこいつ突めだから、あー飛ばしたんだ技は。まあ技見てやろう。ちょっとメタモン削れちゃうけど、僕なんなら再生でもいいね。確保しなくてもいいけどな。でルギアここから再生してくるルートは宇宙一弱いから、あーそういう感じか。まあラッキー考えると再生じゃないかな。ルギア毒ってるでしょ、再生でいいと思うんだよな。とりあえずルギアがあと問題ないことが分かったから、ダイナ何ターンですよこれ。負けないな。ちなみにここから一緒回復します。次ダイナ引き通るんだったらダイナ引いときたいけどな。あこれでもね意外と相手のラッキーちょっと重いかもな。重くなっちゃったかな。ダイナ引きで、これなんか半永久的だな。ちょっとラッキーが強い話あるな。1体で見ようとするからさ僕は何も考えが成立しないけど、こうやって2体で見ればさ無限大なラッキーでもそもそもやれるかもしんないよね。よく考えたらで、まあ、ここラッキー引くターンかな。僕だねまあまあ負担できてるけどね。どこっすか。エアロブラストは別に気にしなくてもいいからどうしますか。これ僕無限大の寝なくなったからな、忍者もらったおかげで。なんか勝ったわ。 OK メタモンが強い。